はい、えー、総理総裁選のね、あのー、高市早苗さんなんですけどこの方、あのー、松下政経塾とかって言ってね自分でもよく言って、あのーまああのー、先輩だ後輩だとか言って、あのー、近づく人議員たちいるんですけどもで言わない方がいいですね、馬鹿した政経塾のことはね。 であの馬鹿下政権塾のこと言うからあのいわゆる対抗判が出ちゃうんですよそんなこと言わないでね今あの立派な内閣大臣としてですね、えー、仕事をこなされてるわけで,で今やっている責任ある立場そして国際評価の方が重要なんで。 だからあのもうね忘れきっぱりとバカした政形塾のことは忘れてねえー、おもらいたいと思いますね。あの馬鹿した政形塾のことはあのいわゆる昔の明治時代の馬鹿した村塾とかそういうのと一緒になってしまう思う人もいるんでね。であのー、こういうそのじゃあ松下 あ、ちょっとあの爆かした政権塾があの何やったかっていうと、あの全然その今画面ついだけで立派な会社じゃないんですよ。下手したら独協にも違反してんじゃないかなと私は思うようなね。で、うん、なんていうのかな、全然その。 冷蔵庫だって。山陽の方が良かったしね。エアコンもそうですね。東芝の方が軽くて良かった。とかね。ろくなもん作ってないなかったし、高いだけだったし、何でもそうでしたね。だからあの決していい会社じゃないし、経営の神様なんて言われる人間ではないんですね。松下幸之助っていうのはね。で、それがそのこうやってあの？ 内容のない爆した成形塾をやってやられたわけですから、でそのことはもう忘れちゃったとがいいですよね。そこで習った人があのー、立派だったらみんな負けちゃいますからね。高橋さんも負けちゃいますから、高橋さんのその内面ってなそこじゃないんですね。だからあのーはい、もう爆した成形塾とか。 とは言わないでくださいとこのように申し上げておきます